前に言ったあの件はどうなった？は、戦闘可能人員およそ500名、将軍特製の疎開雨対策薬を服用しました。しかし依然として疎開雨の幽霊が見える兵士がいるようです。それであれば大丈夫だ。計画通り進めてくれ。くれぐれも警戒を怠るなよ。残像町の兆しがあればすぐに報告してくれ。この雨が止むとき俺たちは出陣する。はっ。疎開雨が降る地域との関わりが深い人ほどもう一度駐屯地を巡回しておこう。何か異常？将軍に報告。装備の修理及び黒石武器の調整完了しました。しかし雨が次第に強くなっています。目下の戦闘は避けるべきかと。体内の軍医もこの雨を警戒し行動は控えるべきだと断言しています。彼は年数こそ浅いですが情勢に対する判断の、しかしこれが決して逃せない唯一の好機。ならばお前が至った結論は何だ？確かにお前が正しかったのかもしれない。この雨はあまりに突然で奇妙。これはもう二度とは訪れぬ。倒すべき敵が今俺たちの前にようやく姿を現した。なのにお前はあの幽霊とやらを気にかけて俺を遮ろうというのか？沈黙。いや、怯えているのか？そうだ、俺たちは皆同じだ。戦いで血を流し恐怖を抱きながら死んでいく。しかしかつての同胞も家族も戦友も皆、俺たちはそれに沈黙をもって答えられるだろうか？お前は屍の山の上で命令を下し続けなければならない。最後の敵が地に伏し消えるその時まで殺り、疎開雨が再生できるのは事実のみ。ならば俺は皆がその幻覚に支配されることを許さぬ。それでも阻もうとするのなら潰すまで俺は俺の力で道を開く。この戦にはどれほどの対価を払おうとも勝たねばならない。それが何千人の犠牲であっても。常々考える。あの時お前が俺の立場にあったらどんな選択をしていたか。俺なら決して背負う命に沈黙と恐怖を持って答えるような真似はしない。さあお前の力を示せ。不意をつかれたか？あの夜降った雨のように。
続けろ。これでどうだ。ここにてうがつ。遅いぞ。戦え。最後の敵が滅ぶまで。カジョリン将軍、俺たちは守るために戦っています。それに人を大切にする思いはその人を信頼しているからこそ生まれるものです。もちろん俺の選択が正しいという保証はどこにもありません。しかしそんな犠牲が許される道理などないはずです。そうか。俺からすれば本質は同じだ。お前も俺も。そうかもしれない。だから俺もあなたと同じように斧が信念のため戦い続ける。将軍、将軍、顔色が悪いですよ。気にするな、続けろ。前方の無音区で高密度な周波数反応を検知しました。月相も将軍が言うように徐々に満ちてきています。湾島の戦いの時と同じです。時間だ。予期軍総員、いつでも出撃できます。ご命令を。全軍陣形を組み、残像町を迎撃せよ。はっ。月が満ちるとき漂白する者は帰還を果たすか。核が予言するそのときもいよいよ訪れる。始まったか。仕掛けてこない。いや、指示を待っている。秩序的な残像町、これを操っている者がいるというのか。